はい、酸素状況チェックです。よろしくお願いします。ジャパンカップですけれども、はい、加藤は3頭しかいません。3頭ですよ。厳選1頭できますか。まあ大注目は厳選がねいるんで、なんとか。そうですね、はい、3回銀歯のアーモンドアイですね、はい、もう抜群ですね、一言で。そうね、なんかそうですね、勝っちゃうのかなっていうぐらいの動きでした、はい。まあ、ウッドコースで、まあ、長めからですね、ロックハロンから時計出てますけれども、まあ、オリアーズクロスを、まあ、追いかける形で、折り合いもまあ普通について直線向いて、まあ、ギアを上げたらあっさり4馬身をちぎってしまうっていうね、まあ、結構ウッドチップコース、ね、時計かかるっていうかね、ちょっと力の緩い馬場だったと思うんですけど、それでもね12秒5馬なりでマークしちゃうという本当にあっさり、うん、あっさりかわしてる。なんかもうフットワークとかすごいですね。入るところをね、あのババアの、まあ、入ってスタートをちょっと気にして見てたんだけど、はい、全然行きたがる感じはなかったし、序盤、うん、そこだけが心配だったんだけど、まあ普通に落ち着いてたし、最後の加速がすごかったし、もうオープンをつけるところは特にないですね。まあ、僕も自分で時計取ってるんですけど、うん、正式時計じゃないですけどね、あまりにもすごすぎて、あの押すの忘れましたね、最後あっと思って、それぐらいもうなんかね、もう夢中になっちゃうぐらいすごい動きした、本当に、はい、なので、まあ、秋華賞より上の出来にあるのかなっていう感じですね。体つき見てもね、うん、やっぱ週刊誌の時よりも、まあ、数字は変わってないって国枝調教師は言ってたけど、やっぱシャープになってるっていう感じですよね、本当にね、うん、まあ、問題ないでしょうね、はい。もう1個、もう2個、もう2個あるんですけど、まあ、あえて言うならミッキー座ろうかなと、動きの方からは、まあ、これもウッドコースで合わせるのはしたんですけどね、まあ、ある程度3馬身、2、3馬身ぐらい追いかけてって、まあ、直線向いて、まあ、その相手の、ね、真後ろにつけてっていう感じでね、直線しばらく走って、まあ、ラスト1ハロンぐらいからスッと内に入れて伸ばすって感じだったんですけど、かわしていく半馬身ぐらい確か先着したと思うんですけどね、かわしていく時の足っていうか、もうなんていう勢いはすごい良かったんで、これはなんか見た目は良かったなと思いますよね。コロッキニングは13着だったかな、確か。あの時はもう、ね、競馬になってないんで、おそらく多分道割もあんまり良くないんだろうなっていうのもありますし、まあ、直線でちょっとフリーもあったので、まあ、マルキー競馬してないんで、まあ、このままの切れ味があれば、ひょっとしたら上位に来る可能性があるかもしれないですね。サフノクラウンも順当に、まあ、先週よりは良くなってました。うん、そう、先週はちょっとなんか もさりしてた感じだったらしいですけど、ね、そうね、思った以上にしっかり動いてるかな、サノクラウン。そうですね、思ってるか、まあ、馬場入り前とかやっぱうるさいとこ見せるのはね、相変わらずなんだけど、はい、うん、今日の調教ラスト直線の動きは、うん、お思ってるからしっかり走ってるじゃん、ね、と思って、まあ、だいぶ良くなってきてるような感じがしました。感覚空いてますけど、じっくりやってきてるんで仕上がりが悪くなさそうな感じです。はい、ということで失礼します。